昭和47年1月4日、新春恒例の新年挨拶交換会が防衛庁で開かれた。江崎防衛庁長官は、今年は沖縄返還四次防の策定と非常に重要な年である。我が国の平和を徹底させ、躍進の年にしようと訓示した。明治35年1月23日、日本陸軍史上最大の遭難と呼ばれる八甲田山雪中行軍の悲劇から今年は70年目。第9師団では1月16日から3日間、70年前と同じ編成で慰霊も兼ねて八甲田山雪中機動訓練を行った。この訓練を実施した第5普通科連隊、第39普通科連隊の両部隊は約1年の歳月をかけて気象地形などを検討、綿密な計画のもとに雪中2泊3日の大行軍を一人の落後者もなく無事完遂した。1月20日21日の両日、陸上自衛隊第5師団の冬季戦技競技会が北海道然別演習場で行われた。冬季近代二種秋尾栄光階級別リレー6キロ軌道15キロ走行の5種目を競い合った。第11回冬季オリンピック札幌大会が2月3日から真駒内競技場に天皇皇后両陛下をお迎えして開幕した。自衛隊はこの世紀の祭典のために札幌オリンピック支援集団を特別編成し、延べ18万人を動員した。世界35カ国から参加した1274人の若人たちは、雪運びからコース作り、式典運営、通信連絡など華やかな大会の陰で黙々と働く隊員たちに支えられて、11時間にわたる雪と氷のスポーツの祭典を力いっぱい繰り広げた。また鳥取県の国立公園大山で行われた第27回冬季国体スキー大会は、暖冬による雪不足のために大会開始が危ぶまれたので、自衛隊は雪集めなどに強力な支援を行った。2月20日、40都道府県から1370名の選手が集まり、常陸宮ご夫妻をお迎えして大会の幕が開かれた。大会の支援は陸上自衛隊13師団が全面的に協力し、4日間にわたる大会を無事終了した。1月15日、宮城、岩手両県の太平洋沿岸一帯を襲った大雪は、山林などに大きな被害を与えた。このため陸上自衛隊東北方面隊は第6師団22フレンを主力に延べ1万人を動員して災害復旧活動を展開し、雪害・造林復旧作業を支援した。一方、積雪のために孤島となった青森県黒石市沖上隊開拓地に対し、2月21日から3日間、陸上自衛隊第9師団第9衛生隊による無遺蓄診療が県と協力して行われ、冬の間病院に通うことのできない部落の人たちから感謝された。
1月24日、25日と2月1日から4日まで前後2回に分けて首都圏南部に関東大地震級の大規模な地震が発生したとの想定のもとに災害研究演習が行われた。陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地では頭上による指揮所演習が行われ、災害発生時の初期の行動要領について検討した。3月24日、陸上自衛隊第一高射団の編成完結式が東千歳駐屯地で行われ、全国初のホーク集団として北の守りについた。防衛大学校の第16期本科生と理工学研究科第9期生の晴れの卒業式が3月20日に行われた。佐藤総理、江崎長官の励ましの訓示を受けた卒業生489名は新たに国防の使命感に燃えて巣立っていった。桜咲く4月5日には、本科第20期生と理工学研究科第11期生計473人の入校式が行われた。4月14日から20日までの間、南米パラグアイ共和国のアルフレッド・ストロエスネル大統領が国賓として来日した。とりわけ18日の午後、ストロエスネル大統領は防衛大学を公式訪問した。国賓が自衛隊関係の施設を公式訪問したのは初めてである。パラ内国の三軍総司令を兼ねている大統領は約1時間半にわたる膨大訪問を終えた。全国各部隊の襟抜きの代表選手が一堂に会して4月23日東京九段の日本武道館で第16回全日本柔剣道選手権大会が開かれた。選手たちは部隊の名誉をかけて熱戦を繰り広げたが、結局団体では陸上自衛隊第10師団 C が、個人では第30連隊渡辺正美師長らがそれぞれ優勝した。5月9日、韓国国防大学院研修団一行10名が防衛研修所を見学した。一行は来所の挨拶の後、講堂にて活発な質疑応答が行われ、日韓両国の友好を深めた。沖縄復帰に備え、5月15日厳重な警戒のもとに540億の現金がコンテナ160個に収められ、海上自衛隊第一輸送隊の輸送艦大隅知床の両艦によって運ばれ、5月2日無事沖縄に到着、その退任を果たした。沖縄が日本に復帰した5月15日政府主催の沖縄復帰記念式典が厳粛に行われた。東京武道館の式場では天皇皇后両陛下をお迎えし、佐藤首相をはじめ江崎長官以下、内局、陸海空幹部が列席。アグニュー副大統領も参列して念願の沖縄復帰を祝った。同じ日、沖縄現地の準備要員は陸海空それぞれが
臨時施設管理隊に衣替えした。陸上自衛隊那覇駐屯地においては臨時那覇施設管理隊および沖縄地方連絡部が発足し、その編成完結式が行われ、その後雨の中で米軍から施設の引き継ぎを受けた。秋晴れの10月4日、臨時第一混成軍第一次先遣隊115名を乗せた YS11 は、家族らに見送られて夕焼く南の空に飛び立っていった。部隊は地元民の歓迎の出迎えを受けて、国旗を先頭に任地沖縄への第一歩を記したのである。5月16日、砕氷艦富士が予定より一月遅れ、半年ぶりに東京港に帰ってきた。富士は第13次観測隊員を乗せて昭和基地接岸を目指したものの、厚い氷に阻まれ3週間立ち往生の末、自力脱出し無事帰国した。5月29日、富士演習場において富士学校の昭和47年度総合火力演習が行われた。この演習は毎年富士学校の学生教育のため展示されるものであるが、自衛隊装備火力の現状を認識してもらおうと公開したもので、部内外からおよそ7000人の見学者が詰めかけて参加した。火砲、消火器、戦車砲、ミサイルなど合わせて約4500発の実弾が発射され、約2時間にわたって富士山麓に砲声がとどろいた。6月5日から4日間、房総水郷地区において電電公社との共同災害通信訓練が行われた。この訓練は大規模な災害発生を想定し、これに対処するため自衛隊の野外通信回線と電電公社の回線等を連接して長距離回線を確保することを主体に、通信部隊の空輸、映像伝送などを訓練した。海上自衛隊遠洋練習公開部隊は6月23日、防衛庁長官、海上幕僚長及び家族らの盛大な見送りを受け、横須賀港市営桟橋から総都の旅に着いた。今回の遠航は南米東海岸のブラジル、アルゼンチン、ベネズエラなど7カ国で、初級幹部170名を含む約740名は練習艦香取、護衛艦望月に分乗して5万8000キロ、139日間の長い航海の途に着いた。江崎防衛庁長官は第二次田中内閣の組閣に伴い離任し、7月7日、防衛庁本館大会議室で離任の挨拶をした。江崎長官は約7ヶ月在任の後、今後自衛隊に理解のある政治家として政界に活躍することとなった。入れ替わり、増原啓吉氏が新長官として再任され、7月8日防衛庁に初都庁した。増原長官は昭和46年8月、全日空機接触事故の政治責任を取って辞任以来、1年ぶりの就任である。また7月12日、防衛庁政務次官に古内博夫氏が就任し、初都庁した。
7月27日、増原長官は陸上自衛隊練馬駐屯地を初度視察した。長官は観閲式に参列した約1600人の隊員を前に自衛隊創立当時の情熱を訴え、共に力を合わせて任務を果たしたいと訓示した。防衛研修所第19期研修員33人の卒業式が7月5日研修所講堂で行われた。また9月7日第20期一般課程研修員36人の入所式が行われた。7月上旬から中旬にかけて北海道を除く全本土を暴れ回った梅雨前線による集中豪雨は各地に大きな被害を続出させ、自衛隊創設以来の広域災害出動となった。陸上自衛隊西部方面隊中部方面隊の各部隊が救援活動に出動し、被害拡大の防止、人命救助、復旧作業など自衛隊は陸海空挙げての救援活動を展開した。一方、神奈川県山北町では河川の決壊と崖崩れによる被害が発生し、東部方面隊が出動し救助に当たった。水と緑を誇る熊本市の雄大な自然湖江津湖、ここに繁殖するタイワンナギを陸上自衛隊西部方面隊が除去し、江津湖を昔のように美しい湖にという市民の願いに応えた。7月18日から20日の間、相場の演習場で第10師団第33普通科連隊のヘリボン訓練が行われた。この訓練には陸上自衛隊第1ヘリコプター団、中部方面航空隊および普通科、特科、戦車などの部隊が協力支援し、日頃の訓練の成果を発揮した。8月1日、航空自衛隊では百里基地に臨時 F4EJ 飛行隊が誕生し、編成式が行われた。この飛行隊は航空自衛隊としては待望のもので、これによって第301飛行隊編成への布石が打たれた。10年の歳月をかけて技術研究所が研究開発した国産初のレーダーサイト用固定3次元レーダーが中継弾米下の大滝根山に設置され、8月15日運用が開始された。この3次元レーダーは目標機の方位、距離、高度を同時に測定できるのが特徴で、防空体制を近代化するものである。8月1日陸上自衛隊朝霞駐屯地で第一施設団の開編式が行われた。
新編成は弾本部及び弾本部付き隊第101施設機材隊参考施設群となった。夏の8月24日から9月18日の間、北海道十勝平野のサラベツ村の灌漑に対して第5師団第5特化連隊が給水支援を行った。この地帯は北海道有数の放牧地帯で、牛1000頭、家屋43戸を対象に給水し、灌漑に悩む村民に感謝された。青少年の健全育成にと、夏休み北海道が企画した北海道青少年キャンプ村が第2師団管内の4カ所で開かれ、管理支援とキャンプの技術指導に当たった。キャンプファイヤーを囲んで、隊員たちは若者たちと楽しい夏の一日を送った。夏の風物詩、仙台七夕、秋田竿燈、山形花笠、青森ねぶたの四大祭りに、今年も東北方面隊の各部隊が協力した。隊員たちは郷土の自衛隊と言われるにふさわしく、持ち前の若さと機動力を生かして観衆の人気を集めた。第14回大阪祭りの前夜祭が9月30日大阪球場で催された。これには陸上自衛隊中部方面音楽隊をはじめ、第301保安中隊などが協力して祭りを盛り上げた。北海道白樺の刈貸峠を行く車両部隊北部方面隊師団対抗演習は10月2日から7日まで然別八臼別演習場で行われ、激しい攻防戦を繰り広げた。また第2航空団の F104 も参加。この演習は3年ぶりの第2第5師団対抗演習で、両師団は日頃の訓練の成果を十分に披露した。9月1日の防災の日を記念して、防災功労者に対し内閣総理大臣表彰が9月8日に行われた。陸上自衛隊の西部方面災害派遣部隊第10師団同指揮下部隊、海上自衛隊第11護衛隊、航空自衛隊航空救難団新潟救難隊の4団体が田中首相より晴れの表彰を受けた。9月23日防衛研修所にインド国防大生一行が、また10月13日にはイギリス研修団が来所した。国防に関する熱心な質疑応答があり、それぞれの国の理解と友好を深めた。明るくたくましく美しくのスローガンを掲げて、第27回秋季国民体育大会が
12月22日から6日間南国の鹿児島で開催された。自衛隊チームはラグビー大会などに出場して大いに健闘した。また大会運営には自衛隊支援団が編成され、通信輸送管理などの支援にあたり関係者の期待通り大きな力を発揮した。自衛隊は警察予備隊創設以来22周年目を迎え、全国各地で自衛隊記念日を祝う。東京では10月29日国立競技場正門前で田中首相を観閲官として各国大公使や都民3万人を招いて観閲式が実施された。隊員4600人、車両250両、航空機54機が一糸乱れぬ行進を展開し、観衆に深い感銘を与えた。自衛隊記念日行事の一環として自衛隊音楽祭りが11月15日多数の観衆を招いて東京都体育館で催された。祭りは英気と団結の広場をテーマに、ゲストスターを交えて隊員たちの熱演が会場いっぱい華々しく繰り広げられた。自衛隊記念日観艦式は11月5日相模湾において松原長官を観閲官として行われた。この日は絶好の観艦式日和、五軍に編成された艦艇が堂々と白波を立てて進んだ。艦艇51隻、航空機63機、隊員1万人が参加して海空一体の大絵巻を相模湾に繰り広げた。11月11、12日の両日、防衛大学校の開校20周年記念祭が横須賀の同校で行われた。今年はちょうど20歳の成人式を迎え、観閲式をはじめ記念公演、文化祭、体育祭と盛りだくさんの催しで膨大の前途を祝った。第14次南極観測支援のため11月25日砕氷艦富士が東京晴海から南極に向けて出航した。関係者家族ら約2000人に見送られた乗組員182人は元気に行ってきますと挨拶して一路南極に向かって旅立っていった。陸上自衛隊第3師団第13師団対抗指揮所演習が12月5日より9日まで近畿中国地方にまたがる地域において実施された。両師団は日頃の訓練成果を十分発揮し、多くの成果を収めて終了した。
防衛庁技術研究本部装備開発実験隊は8月上旬、北海道旭川において新型戦車の塗装試験を実施した。この試験は現用の61式戦車の後継として開発した新型戦車の塗装性能を評価判定するためのもので、試験の結果、新型戦車は現用戦車に比べて格段に優れた塗装能力が確認された。また41年度から研究開発を進めている短距離 SSN がある。この誘導弾は上陸阻止遠距離火力として使用するもので、現在装備されている手動誘導方式から照準眼鏡の十字線を保持していれば自動的に誘導されて命中する IR 半自動誘導方式となり、射程も速度も増大したものである。第16回自衛隊ラグビー大会の決勝戦、陸上長官直轄部隊対東方の対戦が12月16日東京秩父宮ラグビー場で行われ、熱戦の末直轄が8年ぶり5度目の優勝、生徒隊は陸空海の順位となった。鍛錬に次ぐ鍛錬、たゆみない日常の訓練の礎の上に固い団結のもと、自衛隊は新しい年48年を迎えたのである。